ハイラム・ビンガムと最初の妻、シビル・ハイラム・ビンガムが創始した、ホノルルの石造り教会。ハイラム・ビンガムは、アメリカ合衆国からエイサス・サーストンなどと共に、ハワイ王国へ行き始めて、キリスト教を伝えた、宣教師で、このグループのリーダー格であった。ハイラム・ビンガムは、バーモント州ベニントンで生まれた、ミドルベリー大学と、アメリカ改修派のアンドオーバーガミ学校を出ている。 シビル・モーズリーと結婚して、1819年10月23日に二人は、神学校同窓のエイサ・サーストンなどと共に、アメリカンボードから派遣されて、ボストン港を去ってウス号で出発した。1820年に、ハワイ島へ到着して、4月19日には、オアフ島ホノールルへ移った。カメハメハ大王の死後ハワイ王国の執権を握った、カメハメハの妻カフマヌ女王に取り入り、 キリスト教を広めると同時に様々な政治的な言動を行った。カトリック不教を短期間であったが禁止させ、これはカトリックとプロテスタントの対抗もあったが、フランスの影響をとどめる意味もあった。ハイラムはホノルルにカワイアハオ教会を創立して、現在の教会堂は1836年から1842年にかけて建設されている。ビンガム夫妻は、 カーフマヌから与えられたマノアバレーにある邸宅に住み、そこは現在プナホースクールになっている。ハイラムをリーダーとしてエーササーストンなどが協力してハワイ語訳聖書を翻訳した。これは1832年に新訳聖書、1839年に旧訳聖書が完成している。あとの1868に改訂が行われて、 その後だいぶ経った2018年に現代ハワイ語の聖書法に則っ,ってアクセント符号などをつけて壁茨ヘマレレイとして再販が行われている。またハワイ語の聖歌を作っていて姫にホープなど静かで内省的だが力強い歌で現在もハワイの教会でハワイの合唱団のコンサートで歌われている。アメリカンボードはハイラムが 政治に口出しをしているのを懸念して、1840年にシビルの健康が優れずにサバティカル名目で帰国させたはずが、彼をハワイへ送るのをやめた。1848年にシビルが亡くなって、彼はハワイに関する思い出を本で出版している。彼はニューイングランドに留まり、1852年にネオミモースと再婚して女子学校の教師などを務めた。 亡くなった後は、コネチカット州、ニューヘイブンの墓地に葬られた。息子、ハイラム・ビンガム2世も、ハワイの宣教師になった。孫のハイラム・ビンガム3世は冒険家で、マチュピチュを世界へ紹介したことで知られている。ありがとうございます。